日本での DNA 比率、中国朝鮮等と同じ人たち、日本特有の人たち、Y 染色体ハプログループ D 系統。この DNA が最も多いのはアンダマン諸島人とアイヌ、兄弟民族といえる。彼らは一見似てないが、アンダマン諸島人にヒゲを描くとそっくり。ヒゲがない者同士を比べるとやはりそっくり。アイヌはアンダマンと同じネグリトの面影がある。ヒゲのないアイヌをもっと見てみましょう。ネグリト的な口元をヒゲで隠すとアイヌは西洋的な顔つきになる。日本人にマスク美人が多いのもネグリト的な鼻や口元をカバーし、ネグリト的彫りの深い美しい目が強調されるからだと思われます。日本特有の DNA を日本人よりも多く持つ彼らは、中国朝鮮等々の DNA が入る前の太古の日本人の姿を想像させてくれます。